お疲れ様です。恭介です。よろしくお願いします。はい、ということなんですけど、今日はですね、まあちょっと皆さんに本当に今ありがたいね、すごい感謝の気持ちを伝えたいなと思いまして、このですね、山崎恭介のチャンネルがですね、まあまだまだなんですけども、皆さんのおかげでですね、まあ、650を超えるという数字まで来まして、本当にありがとうございます。目標の、1000人ですね。もうとにかく僕1000人をね、目標にして頑張っております。で、あと400ちょいで1000人に行くんですが、この1000っていうね、数に行ったら、僕はもう思い切って自分の大好きなね、食べ物をたくさん食べてあげようかなと、はい、思いまして、で、まあ連想しました。もういろんなね、もうピザとかたくさんね、もうラーメンとかジャンクフード系とかね、考えたんですけど、やっぱりもう今ね、僕が欲しているこの体の中身は牛タンです。はい、あ、牛タンです。はい、ということなんでね、チャンネル登録者数が今年中に、もう今年中です、もう今年中に叶えたいです。今年中に1000人行きましたら、私山崎恭介、牛タン10キロを買って1日で食べきりたいと思います。もうね、本当に1000人行きたいんですよ。もうこればっかりはもう叶えたい夢、まあボディービル優勝することもそうですし、このね、 YouTube の登録者数をとりあえずもう1000人行きたいってことですね。1万人、10万人、まあ行ければいいんですけども、とりあえず今は目の前の1000人というのをですね、もう目標にして頑張っております。そのためにはもう僕もね、これからより一層頑張っていきますので、ね、見ていただいている皆さん、ね、この10キロ食べれるように頑張りますんでね。食べれるように頑張りますというか、1000人行くように僕も動画出し続けるんで、これからもですね、応援よろしくお願いいたします。まあね、牛タン10キロ食べて何が起きるかって言ったらね、もうそんな深いことは考えないで、もう牛タン10キロ食べたいんですよ。だって牛タン10キロ食べるってそんなことないじゃないですか。焼肉屋行っても、まあ食べても5、600グラムじゃないですか。それを10キロ食べるっていう、こんな夢のね、ある話に対しても理屈どうこうじゃなくても、純粋に10キロが食べたい、そのためには僕は1000人今年中に行かなきゃダメというね、目標を立ててあるんで、こんな YouTuber さんいるよとかね、将来多分こいつなんかの大会で優勝するよとかね、広めていただければ僕も本当に嬉しいです。本当にで、来年の大会により一層ね、励めることができるんで、皆さんこれからも山崎恭介をよろしくお願いいたします。とりあえず今年中に1000人目標にして牛タン10キロ絶対食べたいと思います。では今日はこの辺で終わりにします。ありがとうございました。